はい、どうもコンシェルジュです。三船美佳、高橋ジョージ、トラブルね。旦那の方がさ、何あれ、復縁したいんだね、奥さんと。でも奥さんはそのジョージのモラハラがね、ひどいと、言葉の暴力がひどいから、もう復縁する意思はありませんっていう状態らしいね。で、あれね、僕ね、ちょっとね、ちょっとだけ見たんですよ。僕、ニュースは基本的に見ないんだけど、テレビでは。テレビをボケっと見るの嫌いなので、でもたまたま見て、で、なんか、やっぱりね、記者に聞かれるじゃないですか。で、要は、束縛激しかったんですかっていう、外出禁止令とか出たんですかみたいな。出たっていうふうに書いてますけど、高橋ジョージさんは、外出禁止令を奥さんに対して出してたんですかみたいな。そんなね、質問を記者がしててさ。で、これ微表情のシリーズ、ちょっと前、今から1年ぐらい前、半年ぐらい前だと思うけど、もっと前かな、微表情で相手の嘘を見抜くっていうシリーズがあったと思うんだよね。それを、まあ、ある程度僕もちょっとしっかり勉強したところはあったので、その辺を意識しながら見てたら、うん。間違いないっていうか断定はできないけどね。もう十中八九ほぼほぼね、あれです。相当束縛が厳しかったんだろうなと思いますね。聞かれた時にね、間が長かったんですよ。やってなかったらやってないって言うよね、すぐ。で、そういうことしたんですかって聞かれた時に、いや、それはしてないですよっていう普通の対応になるんです。基本はね。そこで、いや、そういうのはないと思いますよ、みたいな反応をしてたので、まあ、あるんですよ。はい。そこで、やっぱりね、そのままだと復縁できないよね。だって奥さん見た、奥さんなんても髪の毛もさ、僕巻き髪が結構好きだったりするけど、巻いちゃってさ、三船美佳さんで、年齢が32だって、一番素敵なお年頃じゃないですか、女性としてね絶好調の時期じゃないですか。で、まあ、随分美しくなっててさ、そりゃね、男はね、後から気づくんだね、手放したくねえみたいなね、わかる。その気持ちは本当にわかる。本当にわかる。僕も完全にそんなタイプだったから。うん。でもね、復縁したいんであれば、まずもってやっぱり自分がね、まあ、いろんな立場あると思うよ。それは僕ら一般人と、その高橋ジョージさんとの、そのレベルのね、違いっていうのはあるからさ、テレビ対応しなきゃならないっていうのもあるけど、やっぱりね、なんだろうな、女がさ、自分の嫁がさ、ガキだった頃から嫁じゃん、要は結構若い頃から結婚してたよね。で、ずっと来ててさ、32とかで絶頂期になってくるわけだよね。30歳ぐらいが、僕は30歳ぐらいが女性の絶頂期だと思ってますから、30歳前後が。そうしてさ、その子供も産んでたよ。でね、大人の色化みたいのも出てきちゃってさ、でもさ、自分はさ、もう50過ぎてきてさ、さすがにさ、ねえ、年を感じるわけじゃないですか。今まで以上に、セクシーになることなんて無理だよね。多分結婚した時が高橋ジョージさんは一番かっこよかったんじゃない？その結婚した当時の映像とか見たけど、それでも40歳でしょ？当時で。そりゃね、焦るよね。で、焦りが出るから束縛しちゃうじゃないですか。で、焦りが出るから嘘ついちゃう。要はその、嫁の圧倒的な美貌度合いがアップしていく。その美貌度合いのアップ度に対して、自分が追いつけないから焦るのよ。うん。それ焦るよ。当たり前だよね。もう仕方がない。うん。で、焦っちゃって、で、束縛しちゃう。で、外出禁止令的なものを出しちゃう。もしくはそのモラハラとかで言葉でいじめて自分の立場を維持しようとする。自信がないからだね。嫁の美しさとか、女の魅力とかに対して。俺は別にふんぞり返ってても、この女はマジでどこにも行かねえだろうと。ね。別に俺がね、浮気しようが何しようが、この女はここにいるだろうぐらいな、めちゃくちゃ強い自信っていうのがあれば、やっぱりね、そんな束縛なんかないんだよね。うん、自信がないから束縛してしまう。で、それはやっぱり、僕もその、テレビのニュース、その時見てたけど、まあ、節々から滲み出るじゃないですか。やっぱり。ああ、これは束縛してたなと。やっぱりそういうことになっちゃうので、うん。だから自信ね、自信を持っていただきたいです。
男には特に、うん、で自信っていうのはそもそもとして根拠なくていいですからね。まあ一番いい自信は自分はこういうこともやってきてこういうことも成功してこんな失敗もしたしこんな失敗もしたけどその先でこんな成功もしてこうなってるから俺には自信があるっていう、この自信が一番いいんだけど、でも最初からそんなものないですからね。僕も最初はなかったです。なので無駄な自信というか根拠のない自信を自分の中に持ってですね、ナルシストとか言われたって構わないわけですよ、そんなの、ね、で最初は根拠がない状態で俺はいけるんだ頑張れるんだやれるんだっていう自信を持って、でことに当たる、自分磨きするんだったら自分磨きしたりとかしていくと、それが多分本当の自信につながって、結局はまああまり束縛もしない、ね、文句言うこともない、ひどい言葉で追い詰めることもしない、ね、女に対して。で、まあ、そういう状態であれば女の子ってあんまり、ね、自分からやっぱり外には出てきたくないよ、本当は。女性っていうのは基本的に安定安心を求めるわけだから、一回というか結婚して子供もいてね、テレビでもなんかおしどり夫婦みたいな感じでバン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 出てきた上で、それね、離婚を決意するっていうのは相当なんですよ。うん。だから男たちはその辺に気をつければ、その自分の嫁なり好きな女なりっていうのはそう簡単にね、ある程度安定してるんだったら離れていかないはずですよ、うん、そこは気をつけてください。だから安定感は大事だし自信も大事だしね、年の差の場合はやっぱりその絶頂期が明らかに違うから、この辺のギャップでどうしても男は焦っちゃったりするんだけどさ、でも焦らずにいつまでも、うん、俺はもう素敵でいたいとね。そのためにじゃあそのスポーツだってやるし、何か学習勉強だってするし、新しいことにチャレンジしたり、過去のね、まあいろんなその自分の成功栄光とかにすがらずにね、新しいチャレンジをどんどんしていったりとかで、たくさん失敗したりとかして男力上げていくしかないんじゃないかなと思います。今回は以上ですね。はい。なので、とにかく頑張っていきましょう。うん。頑張るしかない。自分に正直に頑張っていくしかないんですね。言い訳したって仕方がないので、やりましょう。はい。今回は以上です。コンシェルジュでした。ではまた。